の拠点なのか？思ってたのとだいぶ違うな。お二人の部屋をご用意しました。今のスピナディ・ロースらが用意できる中で最高の部屋となります。最近スピナディ・ロースらは懐が寂しくってね。何分うちはモラルや法律に反する高い利益を得る商売が禁止されてるから。それどころか資金の大半は支持してくれてる人の援助で成り立ってるの。みんな大変そうだな。でも人から支持されてるってことはその分やりがいもあるってことだろ。実はパパがスピナディ・ロースらを管理してた数年前の方が懐具合は今よりずっと良くって、だからこれは私の力不足のせいなの。ってことはお前のお父さんってスピナディ・ロースらの元ボスだったんだな。そいつはどうして？ナビアお嬢様、ここは私が説明しましょう。ムーン、今さらこの話から逃げるつもりはないから大丈夫。それに相棒には知っておいてほしいことだし、私に話させて。私のパパはカーレスっていうの。今は町で不義のカーレスって呼ばれてる人よ。パパは3年前自分の友人を殺害した罪でその容疑者になってね。しかも審判を拒否して最後には決闘場で命を落としたの。そんな。でも私はパパが人を殺したなんて信じてない。この裏には絶対に何かが隠されてると思う。当時パパが審判を受けてさえいれば公的な調査がされたのに。そうすればきっと証拠だって見つかってその潔白を証明できたはず。なのにどうしてかパパは決闘を申し出た。しかも聞いた話ではパパは決闘中に重傷を負ったって。明らかに負けと判断される状況だったのに投降を拒んで決闘場で死ぬことを選んだみたい。あれから3年が経った今でもその理由はわからないままなの。あんな風に死んだらそれこそ自分の名誉を守る機会を失うのに。今回の一件で最も関係がありそうなのはパパもあの時ちょうど連続少女失踪事件を調べてたこと。あ、だからお前もずっと連続少女失踪事件を調べてるんだな。そういうこと。それと私もパパが容疑者になった殺人事件を調べたんだけど、記録やら資料やらいろんなものを何度も調べたからもう新しい手がかりは出てこないと思う。でもその件が連続少女失踪事件の背後にある組織と関係してるなら連中はきっと何か知ってるに違いない。パパは脅迫されたのか、それとも罠にはめられたのか。たとえ本当に人を殺めていたとしても私は必ず真実を突き止めてみせる。はぁ、パパはいつもそう。生きてた時大事なことを私に話してくれなかった。ママが私を産んだ時難産で死んだこともずっと私に黙ってたし、まさかパパの死まで私が調べなきゃならないなんてね。本当に世話が焼けるんだからパパは。お嬢様、私にできることがありましたら何なりとお申し付けください。カーレス様もお嬢様も私が最も尊敬するお方です。私もカーレス様が殺人を犯すなど信じていません。カーレス様は生前善行をあんなにも積まれていました。それなのにかの殺人事件が起きた途端不義のカーレスと呼ばれ、スピナディ・ロースらを支持する者は大幅に減少、財務状況も今や火の車となりました。でも普通は最初みんな疑問に思うはずだよな。カーレスって普段はいいやつだったんだろ？人々はこういうドラマが好きだから。フォンテーヌ人だけじゃなくどこの人間だって同じでしょ。悪人が改心して正しい道に戻るのを見るのが好きだし、
善人が道を踏み外して谷底に落ちるのを見るのも好き。そんな、もしカーレスが濡れ衣を着せられたんなら絶対真実を突き止めないと。じゃなきゃこんなの辛すぎるぞ。あともう一つ、カーレス様の当時の決闘相手はあのクロリンデ様でした。え、あいつが？じゃあカーレスはクロリンデとの決闘で死んだってことか？だよな。確かにそう簡単に吹っ切れることじゃないし。クロリンデ様は決闘者の誇りを大切にしています。ですから相手が投降しない限り彼女も手を止めることはできませんでした。それにクロリンデ様はカーレス様ともともとお知り合いで、彼女はあの方のことをとても尊敬していらっしゃいました。そんな間柄のカーレス様が決闘で揺るぎない決心を見せれば、クロリンデ様もそうする他になかったのでしょう。何も彼女の気持ちがわからないわけじゃないよ。ただやっぱり心の整理ができなくて。わかるぞナビア。あんまり無理しなくていいからな。後日クロリンデ様から聞いたのですが、決闘が始まる前にカーレス様はこうおっしゃったそうです。ナビアお嬢様の面倒を見てくれと。私たちもそう考えております。はあ、自分を殺した人に私のことを頼むなんて、あのバカ親父、どうやったらそんな考えになるの？まあとにかくこれが相棒としてあんたに伝えておきたかったこと。愚痴をこぼすような感じになっちゃったからちょっと照れくさいけど。うん、あんたたちは先に部屋に戻って休んでちょうだい。今日は本当にいろいろあったからね。だな、すっごく疲れたぞ。安心して休んでくれ。今夜は私がここで二人の安全を守ろう。ここが安全だって分かってるからか、ぐっすり寝れたな。あれ、なんでナビアが？お前の部下たちはどうしたんだ？先にポワ村長に帰らせたよ。そこがスピナディロースらが発足した地で本拠地なの。ここじゃしばらく手伝ってもらうことがないからね。ただ単に一緒にいると騒がしいから追っ払っただけだろう。ところでお前はいつ来たんだ？ずっとここで待ってたんじゃないよな。ううん、ついさっき外から帰ってきたとこ。昨日の夜は馬車の名前についてまず調べてたの。まさか徹夜したのか？だってこんな重要な情報を掴んだんだし寝れるわけないでしょ。うぐい、おいらさっきぐっすり寝れたとか言っちゃったぜ。でも残念なことに、この名前はまるで存在自体が消されてるかのようにどこを調べても出てこなかった。足がつかないように黒幕がすでに手を回したんでしょうね。でも逆にこれは馬車が重要な証人である裏付けにもなる。じゃあ次はどうするんだ？もう手をくれってことか？いや、希望はまだある。彼らが手を回そうにも届かない場所があるからね。最高審判官のヌビレットさんが保管する資料、ここ数年の事件の詳細を全て網羅したファイルよ。もしあんたが見たっていう例の純粋精霊がここ数年で失踪した少女なら、関連する情報が必ず見つかると思う。さすが最高審判官なだけあるな。真面目に仕事してて事件の資料もちゃんと整理してるってことか。じゃあ早速ヌビレットを探しに行こうぜ。お、どうしたんだよナビア、まさか眠くなったのか？はあ、大丈夫、行きましょう。あの最高審判官に会いに。
待ちください。どういったご用件でしょう。最高審判官は現在公務中です。うん、やっぱり警備が厳重だな。ノビレットのところにある資料は絶対に安全ってわけか。あれ、私たちの顔に見覚えないの？どちら様でしょう。先に言っておきますが、ここは身分や血縁などのコネで通れるところではありません。ルールは絶対となります。うん、見ての通り、何があっても安全。確かにそうみたいだな。私をからかいに来たのならもうお帰りください。お互い時間を無駄にしたくないでしょう。まあまあ、私たち先日の大魔術師リネの事件で法廷に立ってたんだけど、知らない？ああ、そういえば見覚えがあります。スチームバード新聞の記事で見ましたよ。そちらはリネの弁護人ですね。ええ、思い出しました。そうそう、それで今日はその事件の報告と資料の記録に来たの。え、そんな予定入ってましたっけ？入ってるって心配しないで。こっちは仕事で来てるんだから、そう警戒しないでちょうだい。ええ、そうですか。わかりました。お入りください。ヌビレット様は中にいらっしゃいます。どうも。どうぞ。あのごめんノビレット、オイラたち入り口で止められて警備の人に嘘をついて入ってきたんだけど。問題ない、要件を言うといい。え？オイラたちを責めないのか？一つ、名前を調べてほしいの。バシェって言うんだけど、連続少女失踪事件の目撃者かもしれなくて、とても重要な手がかりなの。うん、わかった。資料を見てこよう。少し待っていてくれ。ノビレットって案外話のわかるやつなんだな。残念ながら、ここ数年の事件でバシェという名に関連したものはないと断言できる。私の資料にも私の記憶にもね。まさか、あの時のはただの気絶で夢を見てただけってことか？そう、わかった。ありがとう、ヌビレットさん。それじゃ帰りましょう。ナビアさん、気持ちはよくわかる。君の父カーレスさんはとても優秀な御仁だった。彼が見まかられたのは実に残念なことだ。ヌビレットさん、それってどういうつもり？同情？慰め？それともあんたの言う残念？いや、どれも違うでしょ。私にはわかる。あんたの言葉には何の感情もない。ただこういう時にはこう言うべきだって思っただけ。まるであの時と同じ。パパが決闘場に上がり、私が守衛を押しのけてここにいるあんたに会いに来た時とね。あんたも言ってたでしょ、事件に妙な点があるって。それなのに
決闘を黙って許可した。命の価値はあんたの手にある感情のない規則や法律と比べてちっぽけなもの。あんたの目にはそう映ってるんでしょ。もし本当にパパの死を残念に思うのなら、どうしてあの時パパを止めなかったの？どうして私に止める権利をくれなかったわけ？なんでパパに汚名を着せたまま死なせたの？あともうちょっと踏ん張ってれば全てを逆転できたかもしれないのに。まだたくさん話したいことがあった。まだ教えてもらってないことがたくさんあったのに。もしあんたに感情がないってんなら、私を見て、私の目を見て、本当の残念ってのがどういう感情か教えてあげる。申し訳ない、ナビアさん。やっぱりあんたも同じ、パパと同じなんだ。いろんなことをいつも心に抱えてるのに誰にも打ち明けない。その胸は多くを感じてるのにそれを伝えようともしない。もういい。どうせ最高審判官の冷徹さは誰もが知ってることだから。どうしようもないことで当たり散らしてごめん、最高審判官。行きましょう、旅人、パイモン。